こんにちは、インフォクリエイターです。今日は数式を一度に入力する方法をお伝えしていきたいと思います。今表示されているシートは第一四半期売上報告を示す表です。こちらは各支店に対しての目標金額、その目標金額に対する売上計、その達成率を表示する表です。今回こちらの達成率のところに数式を一度に入力してみたいと思います。まず手始めに札幌の支店だけの達成率を求めてみたいと思います。達成率のセールを選択してイコール目標金額割る当期売上計、エンターキーを押して確定すると達成率がこのように求まります。今やりたいのは各支店の全ての支店の達成率を一度に求めたいので、そのセルを選択してイコール目標金額割る当期売上計を入力してエンターキーを押して確定します。すると札幌のセルの達成率だけが求まりました。その理由はなぜかというと、数式を入力して確定したときにエンターキーだけを押したからです。エンターキーだけを押すんじゃなくて、複数のセルを選択してイコール目標金額割る当期売上計、この状態で先ほどはエンターキーを押したんですけれども、数式を一度に入力したい場合はこの状態でコントロールボタンを押しながらエンターキーを押します。すると達成率が一気に求まります。つまり選択したセルに数式を一度に入力したということです。今は全支店に対して達成率を一気に入力したんですけれども、この灰色の色が塗られている支店だけの達成率を求めたい場合、この達成率のセールを選択するんですけれども、この時にコントロールボタンを押しながらマウスのカーソルを次のセールに持ってきて左クリック、今コントロールボタンを押し続けてますよ。コントロールボタンを押しながら選択する。でさらに次の灰色のセルをコントロールボタンを押し続けながら選択、左クリックを押すとこのように複数のセルが選択されます。今コントロールボタンを離しました。この状態で数式を入力します。イコール今達成率が広島の行の達成率で編集状態になっているので、目標金額、広島の目標金額割る広島の当期売上計、ここでコントロールボタンを押しながらエンターキーを押す。するとこのように選択したセルに一気に数式が入力されます。今回お伝えしたい方法としては、このように選択してイコール数式を入力してコントロールボタンを押しながら確定する、コントロールボタンを押しながらエンターキーを押す、すると一気に入力できます。Excel にはまた別の方法で数式を一度に入力する方法があるんですけれども、それを少しお伝えします。先ほどと同じように札幌のセルだけの達成率を求めます。でこうエンターキーで確定すると求まるんですけれども、別のやり方として2つとりあえずお伝えします。まず1つ目は普通にコピーして
貼り付ける方法です。まず、この通識を入力したセルをコピー。コントロールボタンを押しながら C を押してコピー。で、他の入力したいセルに、セルを選択して、コントロールボタンを押しながら V を押すと貼り付けられます。ここで一つ違うのは、先ほどはこの灰色、黄色、灰色、黄色、灰色、黄色という組織が崩れなかったんですけれども、普通にコピーしただけではこのように全部灰色になって組織までコピーされてしまいます。それを防ぐにはここでコピーしてコントロールボタンを押しながら C ボタンでコピーで目的のセルを選択してここで右クリックをします。右クリックを押すとこのようにいろいろ選択するツールバーが表示されるんですけれども、ここで形式を選択して貼り付けボタンを押します。するとこのように形式を選択して貼り付ける表が出てきまして、この中で貼り付けの数式と数値の組織というものを選択して OK を押します。するとこのように貼り付けられます。もう一個の方法としては、またここで一つの達成率に数式を入力して達成率を求めます。その時にこの入力した達成率のセルを選択すると、この右下にこの緑でこの四角いチョボが出てきますけれども、ここのチョボにカーソルを持ってくるとこのようにカーソルの形が変わります。この状態の時にダブルクリックするとこのようにコピーされます。これはオートフィルという機能でコピーされるんですけれども、やはり書式が崩れてしまいます。今お伝えしたようにコントロールボタンを押しながらエンターキーを押す方法以外にコピーして貼り付ける方法があるんですけれども、書式を崩したくなければこのように選択して数式を入力してコントロールボタンを押しながらエンターキーを押す。そうすることで書式を崩さず一度に数式を入力することができます。以上、数式を一度に入力する方法でした。